どうもじさまです。どうもヘリウムです。2人合わせてブルゴンスターズです。はい、どうもこんにちは、皆さんこんばんは。おはようございます。わかんないですけどね。今日もシティーズスカイラインやっていきたいと思います。はい、リアルなシムシティですね。さあどうしていこうかっていう話だったと思うんですが、種馬なんだの建設にね、着手しようかという状態でございます。はい、太い道のそばがいいんかな、やっぱり。そうだね、客さんいっぱい来てほしいしね、じゃあ種馬ランド作っていきましょうかね。種馬ランド、こっから来たいね。こっからバーッと、バーッとなんだけど、どう？太い道で、バーッとあ、で、そこ区画いっぱい使うの。使用中ですって言って、ここかポンと交差点作ってここまで来て、ここかポンと、あ、繋がってないね。どうやって繋げんのやろ。繋げんだろうね。困ったな。思いました。どうしよう。なんか道の種類が違うんかな。なんかすごい道になってる。ありえない道作ってしまった。ちょっと待って。道が分かれてる感じなのかな。なんでここ作られへんのやろ。あ、繋がった、よかったよかった。はい。ということでね、道ができました。おお、すごいね。なんかこれ何もない道っていいよね。何がって感じ。分かんない。分かんないか。私広いとこ嫌いやから。あ、そう。そうだったね。よし。じゃあ種馬ランドは種馬ランド、そんなに道路作って大丈夫。こんなもんでいいと思う。よし、どこにあるのやったかな。ここでやったかな。公園の一部だったね、確か。テーマパーク5500円、安いな、意外と。よし、このここに作りましょうか。種馬ランドどうですか。いいっすね、この道の角ね。新しい公園すごく気に入ったそうです。はい。多分ね、商業施設並べた方がいいんじゃないかなと思うんやけどな。あ、しまった。こういうのはね、テーマパークはね、囲いたいね。道で。道でポンと。ポンと。どう？渋滞しそうやろ。すごい困る感じやな、これ。来る人のこと。ちょっといい道路にしたってよかったかな。よいしょ。よいしょ。ここも交差点にしといてやろう。よし。無駄に迷いそう。こんなだったら。これでね、こう商業地も今足りないって言って文句言っとるから、これで一気に解決やで。できたりないって言って。できたりない言われてるね。まあ周りの建物がね、増えてくればね、電気はおのずと足りるんですよ。あ、そう。建物同士をね、建物と建物を、隣接してる、建物が隣接してると、そこはあれになるんだ、電気が通じるようになるんだ。だからね、それは問題ないんだよね。よし、どう？ジェットコースター動いてる。電気不足解消されたね。ネウマだとどうやら人来るから。建物建ってきた。商業がね、ちょっと今こうパンパンになってるからね。この
区画ぐらいまで商業施設にしようか。よし、ポンポンと。でどうせ住宅が足りねえって文句言い出すから、うん、この辺住宅にしておきましょうかね。ポン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 と。ほいほいほい。ゴミ問題が解決してないな、うん、ここでもゴミって言ってる。場所悪いんかな、ここもしかして。なんか片方がもう満杯になっちゃったからあれなのかな。そうそう、これだ、移動させてんだけどね、こっちは、うん、だいぶ減ったかな、どうだろう。うん、うん、91% 稼働、ん、どこに書いてある。あ、ほんまや、ちょっと減ってるね。ちょっと減ってる。こっちは14%、結構来てるね。まあいいか、よし、うん、さあ、あ、火事になってる、はい、でここにね、たくさん人来させたいんで、タクシーを作りましょうかね。タクシーだよ。タクシー会社どこに作ろうかな。ここに作ろうか、タクシー会社。ポンと。待ってました、黄色のタクシー。タクシー。はい。タクシー。これ何これ。タクシー乗り場。タクシー乗り場いるよね。いるよね。あとどこに作ろうかな。タクシー乗り場。この辺にお墓があったから、お墓の近くに建てとこうか。よし、タクシー。ゴミがやばいな。建てよう。よし、あとはこの辺が商業地やったっけな。これ学校なんで、ここら辺いいね。ほい。ポンポンタクシー乗り場作っとるけどな。いいんだろうかね。問題がやばいね。やばいね。これ稼働してないからか。よいしょ。搬送停止。よし。これでゴミは稼働してんのかな、これ。正常稼働中。ゴミ。よし。ゴミ。んで、うん、ここにもっと人来させたいから。うん、バス停は？そう、バス停をね、バス停というかあのバス路線、バス停じゃない、バス車庫、バス停、これか、バス停を作っていきたいですね、ピュンと。で、こんな感じ、最後はあれだよ、さっきのところ。あ、車庫に戻さなくていいんだ。そうそう、車庫に戻すんじゃなくて環状線みたいに繋がってくる。そうそう、こうやってこうやったら路線完成なんですよね。はい。おう、うん、で、もう一個バス停作ろうか。もう一つはここから出てピーッと、こっちの人たちもね、多分ね来たいから、うん、こんな感じで、うん、よし、この町の方ね、町の方をぐるりとね回るような、そうやな。よいしょ。かなり複雑な路線やけど。よいしょ。どこスタートって。どこスタート。どこや。ここか。ここか。よいしょ。完成。よし。これでだいぶゴミ。ゴミな。バ
場所悪いんかな。ゴミゴミゴミって言ってんな。ゴミね。ちょっとこの辺ゴミまだ焼却炉ができないんだよね。その辺もちょっと問題なんだと思うけど。もうゴミ処理場もう一個作るわ。苦肉の策。仕方ないね。足りないんだから。そうだね。まあね、したいんだよ、俺も。ほいっと。潰れた会社とかあったっけ？潰れた会社はないね。ゴミ収集車。遠いよな。遠いな遠いよな、確かに。何か足りてないもんはあるんだろうか。水。でも今水足りてる。電気。電気あんま足りてない。これなんやろ。病院。お墓、お墓足りてる。こっちか。お墓使用率 1% 足りてるね。消防危険度 41%。 こっちの方全然足りないって感じだね。真っ赤だね。よし、この辺にじゃあ消防署立ててあげようか。ポンと。おおおだいぶ青だったで。おおすごい。端っこの方まだ足りてないみたいけど、まあ仕方ないね。その辺はね、うん、それはいずれ、うん、警察、警察優秀やな、結構広い範囲カバーしてんだね、警察。学校、あ、学校行けてないやつが多いんだ。学校も建ててやろうか、うん、学校。いおー、みんなニコニコしてる。でもなんかあんま賢い人多くなさそうだね。大学まで行った人 0% やからな。みんな高卒やからな。だって大学ないもんまだ。ないからな、うん、さあ、種馬ランドはどうかな。種馬ランド、ちょっと違う。12人、少な、少な。ちょっと早くしてみようか。真ん中のあのオブじゃないの、あれ実様？なんか忍者みたいなオブ、なんやろこれ。なんかオルだ。メガネがいるね。実様やで。これは。これは。ちょっと待って、これはな。マジか。まず名前を。マジか、手間が。ランチャーって。そう。ランチャーって。タネマランド。タネマランド。お、これはマジックを、ん？マジか。マジかってなや。マジかってなんか別の言葉でなんか魔法、そのマジックのことかもしれない。はい。水。水。いけてない。引き忘れてた。ほんまや。ほんまや。完全に空白の空白の場所がある。水ねえって言ってる。でもいい感じ。人口もりもり増えてるね。いい感じ。でも働きたくない人が多いんだね。教育受けてない人ばっかりいるから。そうだね。なんでだろうね。高校、もうちょっと賢いやつ増やした方がいいのかな。高校とか建てとこうか。高校その端に作っといたのか。資金が足りません。お前500円足りへん。あ、足りてくつくれる。つくれなかった。よし、じゃあこの辺にも建ててやろう。ほい。さあ、みんな勉強するんだ。この辺はもう全部住宅地になるからね。うん。もうこの辺全部住宅地にするから。あ、そう。うん。やっぱね、何するにも人やで。うん。人大事。だと思います。はい。はい、そうですね。人。人。道作ろう。人を増やそう、それで。
ここが潰れちゃう。やべ、かぶっちゃってる。あ、というか道がなんかあれやねんな。仕方ない。方向は捨てましょう。ここだね。商業特区やからな、うん、商業中心なんだ。バスもいっぱい来てるよ。バスちゃんと来てる？来てるよ。お、帝国通りかな。どうなんだろう。どうなんだろう。怪しいよな。帝国通り来てんのかな。だって高卒やからな。なに、高卒があかんのかい。違うわ。はい、ちゃんと仕事してたらそれでいいじゃん。してたら、してたら、してたら。なんか気持ち悪い、わさわさしてるやん、なんか気持ち悪いよ。わさわさしてるな。ちょっと上すぎたな。ちょっと商業地かぶっちゃったよ。ちょっとかぶっちゃったね。よし、でも木植えたよ。木植えた。こう合間にね、木植えてあげるのはね、こう住民たち喜ぶんだよね。緑はやっぱ大事だと思うよ。うん。木植えた。あんま立たないね。あんま立たないね、うん。でも住宅は結構足りてるみたいだね。うん、あと何足りないんだろう。警察本部とか建てるようになったんだよね。うん。消防本部なんか。刑務所がある。町がでっかくなってくると刑務所とかも構えなあかんねや。ほな、葬儀場、墓地。他全然見てないけど、どうなってんだろう。火事になってる。消防車いっぱい来た。いっぱい来てる。飲んでます。うん。町自体はまあ安定してるみたいだね。うん、ところどころ潰れてるけど。人来ない人来ないって言ってなんか潰れてる。ここら辺のな対策がよくわかんないんだよね。うん、バス走らすとか。あ、バス？やったらいいんかな。バス行きにくいんかな。横通ってるけどね。そうやな、うん、結構バス路線は充実してるような気するんだけどな。もうぐるっとそうやね、うん、なかなかいいんじゃない、うん、少ないかな。すごいとこ走ってんだこれ。まあ市街、市街この川挟んで向こう側のね人たちもこの種馬ランドに行けると、行けるという素晴らしいシステムやね、これ、うん、うん、で何来たの。ちょっと待って。あ、人入ってるやん。逆だ、こっちだったんだ。人入ってるやん。結構入ってるで。え、ほんま、うん、なんか路駐してるやん、めっちゃ。ほんまやな。何考えてんねん、こっちら。おいおい、58。お、増えてる増えてる増えてる。やった。ソーダ。おお、ポップソーダ。あ、バス待ってるで。バス待ちしてる。わあ、バス待ちしてる。早来いやみたいなしてる。おお、みんな。ほんまや。こっちもバス停あるけどな。うん。こっち人いない、ね。人いない。あ、あっち正面やからみんなあっち使うんや。こっちが正面なんか。うん、あ、ほんまやね。あれ犬？犬入ってたな。犬入ってる。一応公園やからな。あ、そういう括り。あ、そうか。うん。おー、夜おー夜景が。水足りない。え、水足りないって言う。あ、でもすぐ消えた。何やってんの。あ、人死んでる。最高。
然変異を起こした人々は全体の 10% に。何の話？ミュータントの話。タートルズ？タートルズじゃない、あっちだよ。X メンの方やね、あれは。今の話は。そう。うん。なんかまた潰れてるよ。潰れてるよ。店が結構潰れるな、すぐに。ポイッと。経営能力ないやつが多い。そうだね。学校出てないからな。一生懸命仕事してるんだろうけどな。そうだな。やっぱ専門家とかが少ないんやろね。このビルとかなんかめっちゃ成功してそうやけどな。これ。ハイスクールかよ。高校やな。高校や。高校になんで駐車場あるの。お前な。大塚みたいなとこやってる。はい。ということでね。ヘリムさんがすごいこうイケてる会社見つけたというか高校やってるところで今日はね終わりにしたいと思いますけどね。非常に恥ずかしい勘違いということで、まあね、もしここまで見てくださった方おられましたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ちょっとペース落ちるかもしれないですけども、引き続きプレイできるように頑張りますのでね、よろしくお願いいたします。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。